タブレット端末アルファボス発売おめでとうございます。タブレット端末と聞くと女の子にとってはちょっと大きいかなというイメージがあるんですけれども、 e モバイルのアルファボスは少し小さなサイズで、女の子にも見たいということで、いろいろ便利な機能もあるし、私も使ってみたいなと思っています。皆さんもぜひアルファボス試してみてください。どうもごめんでした。めっちゃ e モバイル。